ルさん、ミナミュージックへどうもいのです。この間ですね、エゴサをしてたらちょっと興味深いツイートがありました。こちら、はい、ミナミュージックにレイトユーミュージックの日本のジャンル、例えば歌謡曲とか渋谷系とか GS とかの説明欄見て口出す企画やってほしい。たまにんってやつあったりするから、ということで、こちらの、企画実際にやっていきたいと思います。はい、エゴサしてるってちょっと自分で言うの若干恥ずかしさもありますが、レイトユーミュージックというサイト、まあしばしばうちのチャンネルで取り扱ってますけども、海外のレビュー評論サイトですね。で、日本のアルバムに関する記述も多数ありまして、あるいはなんか年間ベストみたいなのがこうね、みんなの得点で算出されるんだけど、その中にこう月のミトのアルバムがあったりとか、ベッドカバーが入ってたりとか、そういうのをちょっとね話題にしたりとか、まあ、しばしばうちのチャンネルでも取り上げてきたサイトなんですが、ジャンルの定義がね、こういろいろ書いてあるっていうのはちょっと知らなかったんで見ていきたいと思います。少し前にですね、ウィキペディアの各国版の記事を見てって、まあ例えば J-POP でこういろんなね、英語スペイン語とか見ていくみたいなやったことがあるんですけど、まあその時にもね、結構この記述が、まあ日本目線からするとちょっと不正確な部分があるんじゃないのかなみたいな瞬間結構あったんで、まあ今回、そういうのがあるのかないのか、検証していきたいと思います。はい、まず J-POP ですね。コンテンポラリースタイルオブポップミュージックフロムジャパン。だいたい平成初期ぐらいから生まれた音楽ですよと、89年ってここに書いてありますけど、まあそのあたりはだいたい合ってますよね。J-WAVE がこう、まあ J-POP という言葉をね、打ち出して、それまでの、歌謡曲集の強い音楽とか、そういうものと、彼らが考えるヒップな音楽をこう分けて、ね、定義するみたいなところから出発してるジャンルですが、まあ、J-WAVE に関する記述は何にしても歌謡曲とか演歌と比べてより、西洋的な音楽テクニックを、使っているジャンルだという記述になってますね。まあここの表現はどうかな、必ずしも俺はそうだとは思いませんが、西洋音楽の比重がより大きいから J-POP 的っていうわけではないですもんね。で、そういったより西洋的な音楽の手法を取り入れているのの一個の例として、日本語の発音をより英語的にするというのが、まあ、挙げられてるんですけど、まあ、これもね、ちょっと、ピンポイントでどのことを指してるかはわかんないですが、まあ、おう、おうって発音したりとか、ね、そういう感じの、細かいなんか、テクニックっていうか、流行りみたいなのでね、歌う人は、まあ、確かに J-POP の登場ぐらいから、出てきたっちゃ出てきたとは思うけど、それがなんか J-POP の成立の根本的な要因になってるかと言われると、俺はそんなに重要な項目ではないと思いますね。西洋の音楽のコード進行だったりが、日本に持ち込まれたのがグループサウンズの頃だって言ってますけど、まあそれは明らかに間違いですね。日本のポップスはもう戦前からある上で、そういった音楽はすでに、当時のジャズとかに影響を受けたコード進行を用いているので、グループサウンズからいきなり西洋音楽のコード進行に目覚めたっていう、そういうことはないですね。だから結構この記述は合ってるとこもあるんだけど、半分ぐらいは怪しいかなって思います、正直。というか、なんか西洋を中心で考えすぎだよな、この記述。傲慢に感じますね、ちょっとね。すいません、なんか鼻息が荒くて。はい。ちょっと確かに怪しいかもしれませんね。次のやつ見てみましょう。ニューミュージック。1970年代、初頭頃にシンガーソングライターのミュージシャン、の中から生まれた、ジャンル。西洋のコンテンポラリーフォーク的スタイル、フォークポップ的スタイル、それに、歌謡曲的な要素とポップロックの要素が含まれていると。はい。なるほど。まあ、このあたりはそこまでガミガミ突っ込むような記述ではないと思いますね。ブリルビルディングのサウンドが、ルーツにインスピレーションとしてあって、モータウン、フィリーソウルとかも入っていると。なるほど。まあ、おおむね合ってるんじゃないですかね。で、まあ、ハッピーエンドの記述があって、ハッピーエンドのそれぞれのメンバーの記述があって、ティンパンアレイの話があって、それが日本版のレッキングクルーみたいな存在だよと、ユーミンが、クイーン・オブ・ニュー・ミュージックみたいな感じで、まあ、代表的な成功を収めたアーティストだよとか、フォーライフレコードみたいなフォークの、スーパースターが作った、レコード会社もありましたみたいなこと書いてありますね。まあ、この辺も、結構正確な記述だと思うんですが、ちょっとやっぱね、個人的に付け加えたいのは、まあ、GS が入っ
てきて、そこでのこのアーティストの挫折体験というか、作曲家の先生が曲をつけて、アーティスト自身はライブとかではこう洋楽とかやってたりとかオリジナルとかをやったりしてんだけど、シングル曲はなんかそういうポップスをやらされるみたいな構造、そこにまあ挫折してからの作家性を持ったアーティストたち、要は自作自演で、楽曲を発表するビートルズ以降の流れですよね。そういったスタイルのアーティスト群が初めてたくさん出てきたムーブメントっていうところは、すごくこの日本の音楽ポップス史の中でも重要な出来事だと思うので、その点を結構書いてほしいかなとは、もし付け加えるとしたら思いますかね。それで最後の方に、ニューミュージックのムーブメントは結構短く終わったんだけど、シュガーベイブが、まあその流れから出てきて、山下達郎とか大貫妙子とか、そうしたシティポップの大きなアーティストに連なっていく流れとなっていますみたいなことが書いてあると、まあその辺の考え方も、正しいと思うんだけど、まあなんか挙げられてるアーティストとかはちょっとすごい西洋的なチョイスな感じがするよね。まあそれも全然彼らの評論ってところでありだと思うんですが、はい、なるほどね。続いてじゃあグループサウンズ見ていきましょう。60年代の中頃から後半ぐらいに、起こった日本の、まあ、ビートルズ的なビートサウンドを基調とした、まあ、ムーブメントであると。でこれ面白いのがエレキっていうジャンル、これ英字でねエレキって書いてあるけど、その言葉がちょっと英訳されてるっていうのがすごく新鮮に思いますね。これ、リンククリックするとエレキのページも、あるということで、おもろいよね。まあ寺内武とかを筆頭に、サーフロック的なサウンドの影響もまあちゃんと記述していると。まあベンチャーズのサウンドが非常にね、日本のロックシーンにおいて影響力が強かったので、まあそこの記述は確かにね見逃せないですもんね。しっかり盛り込んでるのは素晴らしいと思います。そしてスパイダーズのフリフリが取り上げられてるってのもいいよね。ここを無視してなんかハッピーエンド中心視観で、ハッピーエンドからこのね日本語のロックが花開いたみたいな考え方が結構、いろんなね人が語ってるところがあるんだけど、やっぱこうスパイダースとかがオリジナルの日本語のロックをやってたっていうところ、まあ、そこまでの記述はここには書いてないんだけど、言語のことはね、まあ、フリフリが取り上げられてるのは結構、ね、あの意味があることだと思いますね。まあでもやっぱね GS の記述においてもアーティストと作家の先生との関係、作詞家の先生との関係、自作自演が日本になかなか根付かなかったっていう、まあフリフリみたいな例外あったとしてもなかなか根付かなかったっていうところは結構重要なポイントだと思うので、そこは書いてほしいのかなと、思いますね。で GS のムーブメントは後にハッピーエンドとかフラワートラベリングバンドとかの流れに、こう結びついていくっていうのが書いてあって、まあそれも、うん、全く連続性がないわけではないから、あの全然そういう考えもありだと思います。多くの GS のバンドと違ってハッピーエンドは日本語で、パフォーマンスを行ったって書いてあるんだけど、まあこれは大きな間違いですよね。 GS のバンドで英語で歌ってたのはむしろかなり硬派な連中だったと思うんで、はい、まあ、そこ間違ってますね。ハッピーエンド中心視観の、影響が海外にも及んでるなって感じの記述かなと。後半には、ネオ GS の記述とかも書いてある。これおもろいのがさ、アルバムのレビューとジャンルの定義のこのページが紐づいてんですよ。でここに、例えば、520リリースって書いてあるんだけど、まあ、520件のアルバムの、まあ、レビューがこのグループサウンズのジャンルと紐づいているということで、そこのトップランクアルバムっていうのもね、まあ、見れるんですね。そうすると一番上にあんのがなんと、レッツゴー運命、寺内たけしの、ね、アルバムが入ってて、これおもろいですね。そして3位にソレイユが入っているという、まあ、あんまり定番どこが上の方に来てないかなって感じは否めないよね。まあゴールデンカップスとか、カーナビーツとかは入ってるけど、続いてシティポップ見ていきましょう。まず最初の4行ぐらいの記述で、日本の経済がすごい調子が良かった70年代80年代ぐらいに、まあ出てきたよと。日本のメトロポリタンエリアの、まあ日常とラグジュアリーライフで、その後に書いてあるのが、J-POP よりももうちょっと、
アダルトオーディエンス、まあ、より大人向けで、そして歌謡曲とか演歌より、より、コンテンポラリーで西洋的なサウンドが特徴ですということで、まあ、ここは間違いですね。シティポップの方が J-POP よりも先に登場してるんで、こういう前後関係はちょっとおかしいと言えますよね。この辺がごっちゃになってる人が海外めっちゃ多いんだよな。で、歌謡曲とか演歌よりもコンテンポラリーで西洋的な音楽っていうのは、まあ一応表現としては合ってるっちゃ合ってるんだけど、でもそこの説明ってほとんど J-POP を歌謡曲と演歌から分離するときに使われた説明だから、なんか文脈がごっちゃになってる気はする。ちょっとおせっかいかもしれないけど。そしてですね、ジャンルの、まあ、ルーツというところで、ハッピーエンド、ティンパン、アレ、シュガーベイブあたりが挙げられていて、ファンクとかディスコとかそういった音楽の影響も受けているよと。その後ですね、このあたりがちょっと、合ってる合ってないの判断は人によりそうな場所が出てくるんだけど、シティポップのセカンドウェーブが YMO によって巻き起こりました。テクノ歌謡とかがポピュラーになってきて、シンセサイザーを使った音楽がすごく売れるようになってきたことで、まあまたさらにシティポップが脚光を浴びたみたいなことが書いてあるんだけど、それはどうかな。一方でアイドル文化がすごく人気になってきてから、アンリとかエポが、ね、このジャンルに、まあ、登場してきたよって書いてあるんだけど、アンリとかエポをアイドルとバッサリくくってしまうのはちょっと難しいんじゃない。というかその2組あんまりアイドルって印象を持ってる人はいないんじゃないのかなと思いますね。はい。で、90年代に入って渋谷系とかが出てくるみたいなのが最後に書いてあるんだけど、渋谷系の特徴がなんかものすごく短い記述で鍵括弧の中で書いてあって、もうちょっとインディーっぽくて DIY 精神に影響を受けているが、日本の都会の生活を題材としているということで、インディーと DIY 精神、渋谷系と全く関係ないとは言い切るのも難しいけど、なんかパッと特徴を挙げろって言われてその2つの言葉が上がるケースはあんまりないんじゃないのかなと思うね。はい。まあこれだけだからシティポップが海外で人気だとされていても、ちょっとシティポップの記述ですら、怪しいということはやっぱり言えるのではないのかなってちょっと思うかな、これを見ると。はい。ということで、いかがだったでしょうか。レイトユアミュージックのジャンルの解説ですけども、まあ確かに、このね、ツイートにあった通り、ちょっと頭をかしげたくなるような箇所が、多々ありましたね。まあこういう部分はしっかりとこう日本国内の評論がね、なんか固まっていると海外にすごく説明しやすい部分があると思うので、まあそのあたりはむしろなんか彼らのせいにしてしまうのではなくて、なんかね、この日本のリスナー側もちょっとその辺意識して考えていく必要はあるのかなと思う、そんな感じの内容だった気がします。はい。ということで、そんな感じでミノミュージックでした。それでは。